ございます。ご隠居でございます。時は2020年3月4日、時刻は6時25分になってます。ご隠居のビットコイントレード予想を始めてみたいと思います。まず底値を確認していきたいと思います。現在のところですね、底値がまずここです、 9431.91。 まずここが第一ポイント。その次がここです、8219.19。 ここを底値として現在ロングを打つ形になっていると思います。大きな流れとしては下降トレンドなんですよ。下降トレンドであるんですが、現在のところ戻りを待っているっていう状態になると思います。どういうことかというと、ここを落ちてきて戻りを待って下降と、こんなような形になると思います。で、どこまで上がるのか、上はどこまであるのかっていうことを考えてみたいと思います。まだ上値がどこまでっていうのを考えるのは早いかもしれませんが、現在のところここ9110っていうのが大きな節目だと思います。9110っていうのが大きな節目だと思います。昨日の動画で9300ぐらいまで上がるよって言ってたんですが、目下のところもうちょっと詳しく見てみた感じ、 9110.35、 ここが大きな節目だと思います。なぜそうなるかというと、なぜ 9110.35 が節目かというと、前回のですね、高値がここなんですね。ここで底ね、底というかね、サポートがここっていうことで、こう線を引いてみますとですね、まあ9110ぐらいだろうということになってます。ここが結構ゴールデンラインということで考えてみていいのではないかなと思ってます。9110をですね超えてくるとどうなるかというと、もう一個上のここ9580、この辺まで上があるということになってきますね。この上はどこまであるかというと、ここ1万ドルということになってきます。ただね、現状で1万ドルまで行く力はないと、まあここから1300ドルぐらい上上がるかなってなってくると、それはちょっと考えにくいんで、まああと750ドル、上800ドルぐらい上の9580、ここも非常に考えにくい、そこまでの力はないとなってくると、現状では9110です。現状9110っていうのがポイントだと思います。で、エントリーポイントとしたらですね、エントリーポイントとしたら、ここの下からここをバックに、9430をバックにロングを打つ方法、現状ね、ロングを打つ方法と9110まで待ってショートを打つっていう方法の2種類があります。エントリーポイントね、今日のポイントです。9110からのショートを狙うっていうのが現在のところ一番大きなポイントだと思います。ここからね、ロングを打つっていうのは結構厳しいと思うんで、9110まで上がってからショートを打つっていう方法をした方がいいと思います。だから現状ではノーエントリーを推奨いたします。ご隠居の使っているこの業者がですね、FXGT っていう業者を使っております。皆さんね、一緒にトレードされる方はですね、レートを合わせていきたいと思いますんで、ぜひ口座開設の方をしてみてください。概要欄の方に詳細リンクを貼ってますので、そこからぜひ口座登録の方よろしくお願いいたします。それともう1点、ご隠居のトレードノートの方をですね、概要欄の方に貼っております。これ無料でやってますので、LINE コミュニティになります。もしよろしければそちらの方にも加入よろしくお願いします。それでは皆さん、今日1日ですね、頑張っていきましょう。
今日は東京時間上昇のターンに入ってくると思います。9110ぐらいまで上がってくるかどうか分かりませんが、9110を狙ってくる動きになってくると思います。ここ1日2日今日明日ぐらいね、狙ってくると思いますんで、ぜひそこをですね、ショートを狙ってみたらどうでしょうか。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。